ラブロ片町は石川県金沢市片町にかつてあった複合商業施設である。金沢の繁華街、片町に地場百貨店、大和の本店として1934年に開業して1986年まで使用されていた。その間10階ほど増改築を行って1972年に現在と同じ10階建てビルとなり、1986年9月に 同市内コーリン棒の後漁に、ヤマトの店舗機能を移転後、11月から専門店を中心とするラブロ片町として開業した。ヤマト100%出資子会社の株式会社 D&C が運営を行い、ヤマトの本社事務所が引き続き同ビルの7階から9階に所在していた。2006年11月2日に金沢フォーラスが開業し、ABC マート、タワーレコード、 島村楽器、ユニクロなどが閉店、2011年3月にスターバックスコーヒーが閉店するなど晩年はテナントの出退店が続き苦戦していた。そのため、2011年5月1日付でヤマトの社内に社長の宮二郎を委員長とするラブロ再開発準備委員会が設置されて周辺の知見者と構成した片町江地区再生推進協議会で 商業施設をベースとする整備構想を取りまとめ、金沢市の2012年度当初予算案に、周辺ビル約10棟を含む地区の再開発計画の策定支援費500万円が計上されるなど建て替え、構想が浮上した。2013年10月10日から閉店売り尽くし、セールを行い、2014年3月16日に閉店となった。投資施設跡地を含む、 再開発を行うため、片町江地区市街地再開発組合が設立され、2015年9月18日に再開発ビル、片町キララが開業した。閉店を売り尽くし、整理を始める前の2013年夏時点のフロア構成である。閉店を売り尽くし、整理を始めた10月頃には多くの店が閉店していて、店舗構成は大きく変わっていた。 1>, 1階の入り口入ってすぐの場所には友人の窓口があり駐車券サービスや以下のエコポイントサービスなどを行っていた。かつて4階にあったタワーレコード ABC マート島村楽器はいずれも金沢駅東口の金沢フォーラスへユニクロは高林房東急スクエアへ B1 階のビレッジバンガードは金沢パティオへ移転した。ありがとうございます。